24時間ソファーチャレンジをやっていただきます。あ、でも、もう今からずっとソファーってことですか。だいぶできてきましたね。しおちゃん、ゆぴさん、髪がね、無双お目目が眠そうですよ。しほさんはもう飽きたんですか、はい、パズルに。飽きました。あれ、妹がせっせかやってますけどねえ、兄さんがせっせか頑張ってるけど。頑張ってるの、兄は好きだからね、こういうのね。私飽きちゃってさ、しーちゃんは絶対飽きると思った。見て、ここまでやったんだよ。すごいじゃん、ほぼレミがやってんのね。え、違うよ、顔と顔はね、私がやったんだよ、頑張ってうん、楽しい。楽しいんだ。お、五時でーす。五時になっちゃいました。五時の音楽が鳴りました。ね、本当ね。ね、泣かねえじゃない。帰りましょう。地域の皆さん、見守りをお願いします。ねえ、リミ、チョコレート持ってきてよ。ママ、何？あのさ、リミがさ、ちょっとパズルに夢中でね、チョコレート持ってきてくれないんだって。で、食べたいの今、私チョコ、持ってきてくれない？リミやばいよ、ママの方がね、すごいパズル、リミ、何好き？本当に今手離せないから。じゃあリミ、役にまとって。なんか。あとこれ返して。やっぱ花子くんにするわ。花子くんならもうでもいいよ。鬼滅一巻、花子くん一巻。ねえ、やだ、ちょっと待って。なんでファンブックなの？ごめん、なんでもないよ。いやちょっとお話にしてよ。いいところ、いいところどれだ、どこだっけ、どれだっけ。リミのいいところが何かわかんない。それだ。あと、ありがとう。あとなんか言ったっけ、しーちゃん。役ねば、役ねばはいいわ。お待たせしました。うんうん、はい、チョコレート。チョコってそういうやつか。え、何、どんなチョコ。いや、ありがとう。え、他にどんなチョコがありましたか、我が家に。ありがとう。え、どんなチョコ、どんなチョコ。一応言ってみて。え、コストコで買ったの、丸いチョコ。コストコ、うん、丸いチョコってな、卵型、うん、そう。ああ、
あのチョコを期待してた。あ、そっか、じゃああのチョコ持ってきましょうか。いや、大丈夫。でも干からびちゃいけないと思ってお水もつけてきました。ありがとう。あと午前中にやったなんだっけ、プラ板もベランダから取り出してきました。ありがとう。ちょっと机ないよね。机ないけど、ママ超偉い子じゃん。リミちょっとちゃんと仕事だって。リミちゃん、でもリミちゃんもパズルしてるからね、姉のやりかけを。志保さん、あ、飽きちゃうんだよね、こういうの。ほんと、私すぐ飽きっぽいからね。どう、プラ板の出来、乾いてる？大丈夫かな？うん、乾いてる、乾いてる。どう？いい感じ？うん。ちょっと見せ、あ、また歩けないから。感じでーす。カナオのプラ板を作って、うん。ね、すごいよね。うん。で、今日さっき午前中にやってたのは、これ。裏をね、レジンで固めて、固めるっていうかレジンを塗って、うん、その後に100均のあのラメを振りかけました。で、一応ここに穴が開いてるんで、これきっと金ホルダーなんだよね。そうですよね。これつけないとなんか裏がちょっとね、なんか変な感じなんだよね。やっぱぼやけてるっていうか、うんうんうん、多少ね。まあこれはこれでいいんじゃないでしょうか。遠くから見ても綺麗だし。で、こっちの何、表はこんな感じ。どうでしょうか、いいんじゃない。ね、もうリベンジになったんじゃない。もう少しね、同じ色のラメがあったらもっと綺麗だ。そうだね、ちょっと一周、一個しかなくてね、ラメがちょっとね、足りない感はあるけど、でもいいんじゃないでしょうか。じゃあ、あとは金具をつけるだけですね。だね。じゃあ、私はチョコを食べながら本を読みたいと思います。はい。今、鬼滅の4巻読んでます。また読んでんだ。読み返してるんだよね、何回もね。そうなんですよ。どうですか、お尻とか痛くないですか。お尻痛くないです。そうですか。移動してるんで、意外と。ああ、そっ、うん、下とか上とか、上とか寝たり。ああ、逆に極楽じゃないですか。あれ、なんか辛くないね、全然ね。全然辛くない。やばいね。やばいよ。これからじゃあちょっとね、ママとりみちゃんちょっとお買い物に行ってきますので、まあ、一人っきりになりますけど、はい、よろしいでしょうか。うん、あの、ご用は言えないんですけど。何でもなくなっちゃう。え、知りません。お水なくなっちゃう。まあ、水分はね、あの、取っといた方がいいので、今汲んどきますか、じゃあ。ありがとうございます。ママ、リミのも。リミは自分で。うん、お前もな。リミ、はい、お水でございます。ありがとう。はい、お水でございます。リミのも。はい、リミ。はい、そうしましたらですね、はい、午後からそういえば言ってなかったんですけど、スマホは禁止でした。たまたま、まあ、みそほちゃん見てなかったんだけど、これから寝る明日のこの企画は朝9時まで。え、禁止なの。禁止でございます。スマホ禁止となりました。あまりにもなんか楽そうなので、少しやっぱね、ここはね。一つ言っていい？はい。昨日も今日も TikTok 2本上げてない。うん、1本上げてない。うん。いいよ。え？いいよ。しょうがないでしょうね。しょうがないでございますよね。あ、でもなんかリミの携帯2個取ったんでしょ？うん。上げた？上げてない。あ、じゃあそれ上げとくわ。うん、上げます。はる。はる。いいんですか、じゃああれあげて。リミの携帯に入ってる、うん、あげていいの。多分多分って言ってたよね、この前。うん、大変だね、これからずっとその上で朝まで過ごすの。今はまだいいけどさ、これからだよね、うん、そこで寝るんだよ。そこで全部ご飯もこれから食べて、そこで寝て、朝まで、朝ご飯もそこだしね。なんで9時までそこだから。
これからが大変なんですよ、うん、今言うよりも朝起きて朝起きて9時までだからここで朝起きたでしょ、多分時間的に。それとももしかしたら9時以降まで寝てるかもしれないけど、どっちかわかりません。もしかしたら9時過ぎに起きてくるかもしれません。9時まで寝よう。はい、9時まで寝ることが決定いたしました。明日の朝ごはんは9時以降に食べるそうです。ということですね。寝るよね、9時まで寝る寝る、普通に余裕で寝れる、うん、まあ絶対寝れるでしょう。でも今日の本当することないね。漫画、ひたすら漫画、ひたすら漫画、いや長いわ。じゃあリミのままお願いいってらっしゃい。あとこれ募集して、あ、携帯、うん、あ、でもお出かけ行ってる時は何かあった時のためにあの携帯は置いていくんで、もしどうしても何か緊急事態が起こったら電話してください。それはやっぱ安全第一なので。緊急事態、どんな事態？誰、強盗ってこと？強盗が来たとか。お腹が痛くて死にそうとか。そうなの。もう無歩けない、歩いちゃいけないんだって。何？なんだろう。とりあえず緊急事態です。分かった。はい。があったら連絡してください。危ないのでね。分かった。うん。じゃあ。見て。ん？ママ。おー、すごいリミちゃん。あともうちょっと？うん、あともうちょっと。やりきる気だね、リミちゃん。やりきる。買い物に行くって言ったのに、リミちゃんはずっとここでね、バトルしてるんですよ。しょうちゃんの代わりに。ね、皆さん分かりますか？見て、すごくない？すごいね、もう終わっちゃうね、リミ。もうあと上だけ。リミは本当集中力があるね。なんであっていいじゃん。いいことだよ、だから素晴らしい才能というかさ。才能、うん、すごいよ。いつもちゃんとやり遂げるもんね。かたやこのお姉さんはすぐ漫画、すぐ寝て、すぐもう無理。疲れた。ねえ、こう姉妹でもこうも違うとはね。うん。うんって。だってさ、集中力ないの。確かに。体力ないし、うん、すぐ飽きるし、最悪じゃない。最悪じゃない。パパリって本当にムカつく。パパリのせいにしてます。そう、パパと似ててね、志保はね、自分が興味あることはする。すごい熱中してする、うん、すごいんですよ、うん、でもね、興味ないことはほんとすぐ飽きちゃって。パパにだ、パパもそうなんですけどね。あとね、すぐ太るの、食べるとあのすぐご飯のことしか考えられない。そう、ほんとパパにだ。ねえ、パズル興味ないの？うん、多分翔ちゃんそこまで興味、リミちゃんほど全然興味ないでしょね。うん、だってそれパズルだって買うときリミがやりたいって言って買ったんだよ。そうだよ。だからしほちゃんは別にね、うん、もともとあんまりこういうの、だってしーちゃんがじゃあだって今日パズルやりたいって。あ、まあだってほらソファー生活でさ、することないからさ、やろうと思ったんだよ。で、やるぞってなって15分後、そう、一人でやらせてとかさ言ってたくせにさ、うん、結局最後さリミになっちゃったね、うん、だからリミじゃあ買い物行ってくるよ、しーちゃん。買い物行ってきます。チョコ食べさせて。二人ともいなくなるか、誰もいなくなるからね。まあ、白コロいても白コロは、ね、白コロ持ってきてとかできないから、ね。白コロは1階にいるけどね。人間はいないので。うん、じゃあねー。バイバイ。行ってきまーす。バイバーイ。バイバーイ。
だいま。ただいま。もう本当にずっと本読んでたの？うん。すごいね。よく飽きないね。一回読み終わっちゃったんだ。もう一回も読み終わるだろうけどさ。はい。でもパズルやめよっから、ね。やめんの？え、ここまで来たらやっちゃったら？え、ここまで来てやめんの？あともうちょっとだけど。何？姉に託すってことは、あとは。うん、出来上がりはお姉ちゃんやってよって？そう。すごいね、もうここまでやったら。あと茶色だからつまんないでしょ、りみちゃんも。つまんない。ね。わかんない。難しいよね。見て。うん？結構頑張ったよ。もうだいぶ頑張ったよ。よくやってるりみちゃん。ママは2ピースだけ参加しました。2ピース。2ピースです。でもちゃんとあったよ、2ピース。ね。ね。はい。じゃあそれはね、またね、完成させましょう。りみちゃん嫌だったらやめてよ。そう、しーちゃんが後はね、うん、やりましょうね。じゃあ、やってくださいね。みみ、頑張ったよ。頑張ったね。頑張ったよ。果たしてこれ、明日までに完成されてるんでしょうか？ね。ね。ね。ねじゃないでしょ。ここまで来たら完成させないと。頑張るね。うん。仕事だわ。はい、しーちゃんよろしく。山田たち明日に行くからね。うん、じゃあね、バイバイ。あ、待って。え？ちょっと漫画ちょっと撮ってくる。あと2冊。いやもうさ、あのカゴごと置いといたら。そうだね。めんどくさいから。それだけ、そのカゴだけでいいから。ここに置いといて。ちょっと待って、ちょっと待って、ひめちゃん。そう、あのね。実はカゴがね、一つ増えたんです。増えた、買い足しましたね、一個ね。はい、漫画が入んない。そう、二個になったの、このワゴンちゃん。ニトリで一個買ってきました。これからどんどん増えても大丈夫です。はい、で本棚ね、ちょっと本棚を設置する場所がないから、しばらくはこのワゴンでいいかなと思ってね。読んだわ。どれ？放課後少年花子くん読みたいの？読んだら。すごいね、もうワゴンちゃんまで来て。なんかさ、本当にさ、うん、面白いんだよね。漫画にドハマり中だしね。本当ね。何気にこの企画失敗だったかな。なんで？だって漫画にハマってる人にとってみればさ、ソファーでさ漫画何冊でも読めるからさ、幸せだよ。ラッキーじゃない。スマホとか禁止にしてもラッキーじゃない？リスイッチしようかな。そうだね。リーちゃんはずっとパズルやってたんで。疲れた。で、お買い物も行ってきたんでね。ね。ゆっくりスイッチタイム。よっしゃ。呼ばないでよ。え？あ、呼ばないでよだって。確かに。呼ばないでよだって。わかりました。はい。明日、うん、今度さ、ブックオフ行ってさ、うん、ちょっとさ、もう少し買い出そうかなと思って。ロッコフ100円ちょ？安くない？安いけどね。まあ、お小遣いの範囲でね、うん、あれしてくださいね。そうだから、ちょっと読みたい本があって。へー。あれ買おうかとか。まあ読めるのもね、春休み中ですから。4月から新学期始まったら、こんなのんびりずっと漫画ばかり読んでる時間はもうないのでね。ないから。今だけですね。本当は携帯募集されなかったらさ、うん、その読みたい漫画のアニメを見ようかなって思ったけど、募集されちゃったんで、うんうん。まあでも漫画もね、あんまりずっと読んでると体に毒なので、ほどほどにしてください。え、そうなの？そうですよ。え？なんか他にすることないんですか？うん。え、何にも、うん、え、パズルはあともうちょっとじゃん。お、動い、あ、ダメだよ。あー、びっくりした。そうね、手はちゃんとついてますね。手ちゃんとついてます、その前に。はい、うん、お、やる気になった、ちょっと。
ね、あともうちょっとなんだよ。リミちゃんが一人でね、あ、携帯が飛んじゃった。リミちゃんがね、むずくない？こんなやってくれたんですよ。ちょっと分かりづらいね。すごくない？ほら、すごいけど、むずい、うん、あとここだけなんだけど、全部ね、これなんですよ、うん、だからリミちゃんもね、これは難しくなっちゃってね、念を上げちゃったんです。え、何これ、むずいよ、当てずっぽしかなくなじゃあここはママも手伝いたいと思います。え、めっちゃママ手伝ってでさ、こうなってるの？え、こうなってるの？そうだよ、で、ここが黒の模様もさ、あれして頑張る、模様とかさ、え、難しくない？できないよ、こんなの。